お土産違うかい違うかい、じゃあはい、どうもこんにちは、クイズノックのふくらです。山本です。こうちゃんです。そして伊藤で、あんたたち、なんて格好してるの。すっからけっちもう、はい、着替えなさいよ、これに皆さん、すっかり一行さんですね。そうかなクオリティ低い山本はね、マジでね、クラシックの作品肖像画になる。本日のクイズはチョコレートプラネットリスペクト誰が一行だクイズ。イエーイ。お笑いコンビチョコレートプラネットの松尾さんがやっている一行さんのモノマネが激流行りですよね。激流行り、激流行り、激流行り。焼き鳥屋で注文をする一行さん、ボンジリってやつですもうお題言われた瞬間にボンジリやろって言ったらボンジリだったんですね。クイズになるじゃん僕がモノマネのお題を言いますから、皆さんは早押しで何を言いたいかを言ってくださいクイズになってる。なんとなくどんだけに近い言葉が、そうですそうです、そうです。なんとなくね、なんとなくね。ちなみにですね、このクイズを鶴崎くんに話したら、僕もボンジリ最初に正解しましたよ。なんで分かり合いは。で、楽屋でその話をしてたら、東大王のメンバー4人ですっかり盛り上がっちゃったので、鶴崎くん、水上、ひかるちゃんにですね、モデ作ってもらった。なんでこんなくだらない企画なんだよ。もったいないよ。正解すると、マックス3点で、一向三度に応じて僕が適当にポイントを決めます。寄せればいいよ、寄せればは。そうですね、でも正解したけど、ちょっとノリが悪かったりしたら0点です。そこまで、そこまで、はい、いきますよ。1問目、デンデグデグデンデンデグデグデンデン、時代劇に出る一行さん。ほほほ、ちょんまげ。なるほど、お見事だ。おー、すげー。いや、すごい。今は分かった。今のは1点です。そんなにね。まあでも1点は良かったよ。もう普通にこうちゃんだった。頑張って一行さんやって間違いだった。なるほど。それを思った。それが恥ずかしい。デンデクデクデンデンデクデクデンデン。MCAT な一行さん。ボンバヘー。オッケー。これはね、出ると思った。伝わる MCAT で。ボンバヘギリギリ、ギリギリ伝わる。よろしくお願いします。いい顔してたんで2点。おー、差がついたから。デンデクデクデンデンデクデクデンデン。もらって嬉しい一行さん。お土産。違うかい。違うかい、じゃあタンプレ。お見事。なんで、はずいな。お土産、まあまあ、まあ、お土産も嬉しいけどね。さっきより良くなったんで 1.5 点ですね。刻むね、刻む。着実にこうね、迫ってきてってるから。山本はでもね、間違ってたやつが正解だったら2点以上ある。結構頑張った。4問目、デンデクデクデンデンデクデクデンデン、3人組な一行さん。多いな、3人組か。ヒント、お笑いです。うん、3人組ね。こんななんか変な格好してるの。真顔で、真顔が似合わない。あれな、あー、ちょっと待って。ジャンポケー。お見事。ジャンポケか、ジャンポケか。いいですね。今のは 2.5 だよ。 2.5? まあ、差が広がったね。頭の中で、我が家とか東京03とか。ロバート、ロバートが違うなと思って。デンデクデクデンデンデクデクデンデン、原っぱの上にいる一行さん。この問題は水上が考えた問題です。原っぱの上、知らないやつの可能性あるな、これ。原っぱ自体を想像しない方がいいかも。原っぱ、いや、違う。イタスズメの橋じゃない。ではない。地面で捉えてる。はい。は。ガンダルー。お見事。正解です。ハラッパのハラっていう感じの部首がガンダレだから。ガンダレ。はい。やば。どんどんこうちゃん店長をしてる。今のは福田さん喜びが出すぎてあんまり似てなかったんで。そうか。思いついても一旦、イッコさん思い出さないといけない。
ドゥン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 。ペンシルパズルをする一光さん。あ、ナンプレー。お見事。よし。はーつやー。思いついたのに。今のはちょっと取り返しました。2点でしょ。ちょっと。何ぐらい言ってる時に、あ、戻さなきゃ思いついてた、ナンプレ。ナンプレ思いついてた。そう、山本初めてビビってきた感じだったから。そう、行くぞ。はい、じゃあ次の問題はヒカルちゃんと作ってもらったので絶対正解するわ。デンデキデキデンデンデキデキデンデン。ラララ ラブソングを流す一光さん。なんかね、曲の内容じゃない。え、芸能知識。あー待って、何使われそう、そこなんだろう、多分な。あ、だから、なんていうの。お、あっロンバケー。はい、正解。すごい、すごいロンバケな。なんなら今までで一番どんだけに近 い, 近いでしょ、めっちゃ近いよ、ね、ちなみに今の山本さん全然来ない喜びがかちょっと喜びあ、せっかくのせっかく正解したの珍しいのに。もうかなりですね、ここから後半戦になってきますので、はい、ここから青天井でいきましょう。青天井、はい、ということは今まで3点マックスでしたけど、もうマックスを取り払います。おただ、今まで3点の演技をしても3点しか入らない。え、倍になるわけじゃないです。より良い演技をした人に点数を上げるだけです。なるほどね。なるほど、より入り込まなきゃいけないんだ。はい、なんならまださ、山本さんも俺もさ、最高 1.5 点まで。いきますよ。デンデクデクデンデンデクデクデンデン。健康のためウォーキングを始める一光さん。これ鶴崎くんに作ってもらいました。うわぁ、なんだろうな。一光さんの年代だとこれは使いそう。使う。マンポケー。正解。なるほど。しゃ、押した瞬間めちゃくちゃこうちゃん。俺の瞬間のこうちゃんがすごいね。マンポケー。言ったとこは結構一個話してるけど、声が似てないのと最初で素が出たので 1.5 点。 1.5 1.5 全然や。天井取っ払った意味ねー。今改めて思ったけど、カツラの判定できるわ。皆さんが一番一個さんに。おーい、おい、おい、ずるいよ。おい、問題。ドゥンドゥクドゥンドゥンドゥクドゥクドゥンドゥン。中世ヨーロッパで農業を営む一個さん。ジェントリー。ああ、違う、違うのか、違うんだね。ジェントリーじゃないのか。まあまあ、まるでダメですよ。いやいやいや、違う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 、もう絶対面白い。俺は面白い。ああ、違ったらやだ。違ったら恥ずかしいと思ってしまう。恥を捨てろ。散歩せー。素晴らしい。よし、素晴らしい。散歩せーね。いや、違う、聞いて、ほんと、今、ほんと、春コーチとか、旧コーチとかも思いついてたの。散歩生の中まで思いついたのに、俺散歩生の中思いついてた。そうじゃん、散歩生じゃん、それ。ヒカルさんのクオリティちょっと落ちてきたんで、1.5 いや、違ったら嫌だなって。恥じらいがまだ、こんなにやってんのにまだ恥じらい。では、ラストの問題です。山本もね、逆転の可能性あります。まだね、転調ないけどね。はい、もう一個さん下ろしましょう。脅威合体。一個さんなれば、こうね、得点を見込めるわけなんでね。そうです、いきます。はい、でんでくでくでんでんでくでくでんでん。泥棒日記を書く一個さん。その日記は、じゃんじゅねー。正解。あー、めっちゃクイズじゃん。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。全然似てなかった。今声がね、山本の声だった。今すっごい裏返りましたね。0.3 点です。ただクイズに正解しただけだね。思い出しているところだと完全にクイズプレイヤーの顔だったから。はい、ということでいろいろやってきましたが、結果発表です。一番一光さんというか松尾さんに近かったのはふくら T。 ひどい汗だったね。ジェントリーの後藤はカットしてた。口恥ずかしい。ということで一光クイズやってきました。あ、いろんな YouTuber の方にこれやってほしいです。なるほどね。意外と作れるよ。ああ、うん、ぜひ皆さん真似してください。それではチャンネル登録、高評価、コメントなどもよろしくお願いします。さよなら。登録。